今日も一日よろしくお願いいたします。どうかみんなの健康をお守りください。これが山から汲んでくる天然水。これでうちの飯の味が違ってくるだよ。落ちて、ぶかけてみる。1万円で食えるクワにならんやつが、まあ、2000円ぐらいで食える。キノコの王様って松茸じゃないんですよ。舞茸なんですよ。熊とやっぱ出る山なんですか？出るよ。何回も行き合ってるよ。食われそうになったことは2、3回ある。そんくらい体は張らねえばあんなものは取れんからね。お待たせいたしました。スペアリブ定食になります。どうぞ。6時間ぐらいかかるんだよ。半日分焼きもこのくらいになってますよ。10キロが。肉とね。3日4日煮るで。そういうことしてるから出るね。こちらの仕事が。これは有名。それん時ね、写真を撮りに来るじゃん。ねこれダメだ。こんな時期に撮って何もねえ時だもん。天然物を取って出してるからさ。これは今までで一番取った中ででかい。でか。7キロだこれ。このくらいある。これだけでだいたい10キロ以上ある。白と黒ってなんか種類違うんですか？違うだ。味が違う。黒が一番うまい。黒と白と茶とあって、黒が一番うまい。高いし。一回行ってこうが取れる時でこういうの取れるの。これ新聞を4枚引いてあるんだからね。取れる時で30キロくらい取れる。1万円で食える食わにならんやつが、まあ、2000円ぐらいで食える。はい、今日も一日よろしくお願いいたします。どうかみんなの健康をお守りください。コロナから店をお守りください。よろしくお願いいたします。ここから先くらい、こんくらいで5000円ぐらい。キノコも全部ご主人が山に自分で。そうだよ、釣りも釣りだって今コロナで行っちゃいいんからね。メインのもんが何もないの今。ほら、伊豆へ行くだよ、新名を釣り。新名だって釣ってきたらね。最近はやってないけどね、あそこの写真モロコとかさ、食えってやつ。44キロってことですか？魚もお店の特徴というか売りの一つでもあったけど、もうさ、金目丼と出してたよ、ここで。寒いな、この水つくって。これが山から汲んでくる天然水だ。汲めてさ、これも自分でやっぱ汲みに行くわけだよ。汲みに行くだよ。これでうちの飯の味が違ってくるで。同じ米を使ってもアルカリ水、水が黄色くなるな。これでやれば水が黄色くなるだろ。こんな、こっちの水でこんな色にはならんだった。このアルカリと化学変化だ。こうやって取って、こうやってこれを取って一回何しろ資源の水ですぐ水吸っちまうから、はい、カルキの減ってる水じゃダメっちゃうよ。何年かかる。石垣島へ行って釣りをしてきて、沖縄そばを食ってうまかったな。俺あれうまいなと思ったらね。あそこで豚骨食ってもうまくないよ。あの地気候であれを食うからうまいんだよ。沖縄の焼酎には沖縄の魚が合うだろう。いや、あの海から風が吹くからいらんだっていうか、舞茸をここら辺で扱ってる店はどこにもないからね。天然の舞茸は幻だから。種とこへ取り行くだよ。熊がいっぺんいるとこへ。熊の巣へ減ってくだから。熊とやっぱ出る山なんですか？出るよ。何回も行き合ってるよ。食われそうになったことは2、3回ある。そんくらい体は張らねえばあんなものは取れんからね。そのくらい貴重なもんだもん。みんな嫌がっていかんだよ。だからその代わり取ってこうがすごいよ。そりゃ価値が
リピーターが取ってるよ、舞茸が。東京じゃ大体1万円取られるとこ、うちじゃ2000円ぐらい。生える環境自体はなかなかないんですかね。絶対数は少ないから、キノコの王様って松茸じゃないんですよ、舞茸なんですよ。松茸の方がどこにでもあるから、あんだけポピュラーになってるけど、舞茸の方がだだって喜ぶさ。あの、取る人の夢だからね、舞茸取る、キノコ取りの。まあ、何しろ今一番暇の時だからね、一年中で。繁忙期はやっぱりもう大変ですか。夏は偉いよ、夏から秋にかけては。秋なんかほら、俺が寝る間がねえからね。朝いくら仕事する前に。ほいと帰ってきて、風呂へ入って、またここへ来て。それで仕事をし行って。昼間は魚仕入れ行って、また帰ってきて。そして夜もまた行くだから終わってくる。12時ごろ、山の中で。寝る時間がねえよ、秋は。偉すぎてね、その時は口も聞きたくねえようになってまで。こんなデブがこんなに細くなる。よいしょ。キノコ生ただ、あれは一回こうするだよ。もともと好きなんですか、キノコが。好き、あんな面白い道楽はないよ。あれをやりだしたら他の道楽はできない。釣りだって面白いとは思わんもん、キノコに比べたら。まあ、なかなか取れんから面白いだよね。宝探しを見てるもんだからさ、松茸だって1本1万円だよ。それが生えてるだよ。うちじゃ1000円でしか売らんけんだ。ロビン虫にして家には儲けるかとか、そういう気はねえな。道楽ができて、生活ができりゃいいだ。高く売ったじゃ申し訳ねえよ。天道様に顔を向けるなら。だから来るで、わざわざ江戸からも。ここに。キノコを食べに。あれですか、なんかロカビリーかなんかですか、これ。ロカビリーが好きって。クールスっていうのが好きって。あ、クールスの一緒にコンサートやった。あ、すごい。なんでマイタケと名前がついたかというと、キノコ取りが舞って喜ぶだよ。それを見てりゃ舞を舞うくらい喜んでもらえる。やったーって言って、だからマイタケって呼ぶ。一緒に一回取れるかどうかわからない普通のキノコ取り。これはほらランチ用のカツカレーね。なんていうの、似たやつが、はいはい、そいつが。でも俺って蜂を取って食うよ。蜂食えるんですか。蜂はうまいじゃん。食ったことねえ。いやいや、ないっすね。どうやって食べるんですか。炒めて食うで。蜂っすね。成虫はただ飛んでるやつ叩き落として針だけ抜いてそのまま食っちまう。そのまま食っちまうよ。うまいじゃん、あれが。ちょっと待ってください。刺身みたいに食ってるってことですか。刺身の池作りだ。食べれる蜂ってどういう蜂なんですか。オオスズメバチ。あれ食えるんですか。うまいよ。ちょっとやべえな。僕っていうのは体を整えるだよ。山でキノコ取り行ってて、今から10年ぐらい、ふんと出てて、松茸が。はい。欲をかいて取り合ってたさ。そしたら、フェードの巣を踏んづけちゃって、ブワーッと出てきて、逃げたけど背中を刺さった。だけど、この無理じゃ大丈夫だと思って、そのまままだ登っていったら、体中じんましんが出ちゃって、それで仕事でここまで蹴ってきて、顔がこんなになっちゃってさ。思ったら一人医者がいただよ。その人が、マスターダメだよ、こんなことしてたじゃ。早く病院行きなさいって言うから、いいよ、なんなの。一人で知り合い治っちまうから。ダメまで行って、この頃は毎日山登ってるから、体中痛いてえだ、筋肉痛で。足がガタガタっちゃけて、毎日登ってるから。アナフィラキシー起こして次の晩、朝。どこも痛くねえよ、体が。膝も痛かねえし。なんだ俺の体は。夢でも見てるのかね。いつもこうやって、ね、秋なんかさ、足がパンパンで起きるに、壁を伝わって起きるようなの。コンクリあの山登るから。マムシにくっつかれた人も同じことが起きたもあるのと、マムシにくっつかれて次の日、体中が楽になった。ほんじゃ同じだわ。みんな出しちゃったら、血流が良くなって。俺があんな状況は初めてだよ。お茶飲むけ。あ、すみません、ありがとうございます。たぶりだ。あ、ありがとうございます。そうやって飲むにしやせっていうから冬、このコロナのせいでさ、市場は早く閉めちまうから店は閉めていかねば買い物ができんじゃん。前は3時までやってたでよ。2時に閉めていけば間に合った。めちゃくちゃなんかお店綺麗っすよ。マスターが毎日必ず夜掃除をしていくようにっていうことで、だから座布団までも全部消毒して、でお客さん帰る時も全部
拭いて座布団も全部消毒していってます。あのニジマス作って、それをマスターにお客さんに出せるように生きたまま全部さばいて持ってきたんですよ。ヤマメが 2,3 匹減ってて、やっぱヤマメの方がうまかった。なかなか手に入らなくて、ニジマスはそこで釣ってたんですけど、ヤマメはそこの人がこれ高級魚だけどあんまり釣れたりしないから持ってきなって言ってくれたんですよ。魚がもっといっぱい入るだけど、魚を買ってくることができんからね、どうにもならないんだ今。40分だけお茶いきますので置いといて、はい、どうもありがとうございました。ご苦労様。それも3日目、パン粉、はい、今日持ってきてくれた。あ、大丈夫ですか。これ重いからよ。あ、全然大丈夫です。大丈夫、こっちでじゃないですか。大丈夫です。焼肉丼と牛丼とは別です。はい。カレー。はい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 。そこまで少なくはないけど、ビッグほど多くはないです。ランチのカツカレー、はい、はい。ちょっとこれはランチのだから小さいからね。カツは。人間こう手で揃うとね、手が赤切れになってますけど、今じゃ機械で揃うと、ニンニク皮膚に悪いよ、非常に皮膚に良くないニンニクは。味付けにニンニクを使ってるってこと？多いね、ほとんどのものにニンニク、肉の方はね。おそれをくれて半生に焼いとくっちゃいます。香ばしくなる。こうやって、はい、どうもありがとうございます。本当の辛いやつ、辛いだよこれは。それは普通の売ってるのじゃねえか、手作りだ。はい、どうもありがとうございます。ジビエ熊が一番うまい。ももじしもうまい。鹿はステーキで食う。ステーキで食うとうまいよ、ももの肉。あ、サイコロステーキに切って、そうやって薄い醤油で漬け込んで、深くで。ニンニク醤油で。そしたら完全にやこくなるから、組織が壊れて。バターを敷いて焼いて食うと、ものすげえうまい。
すんげえうまいよ、鹿のステーキ。柔らかくて、この世のもんじゃねえよね。ほんと口の中でさっと溶けちまうこれ。今見せるもんが何にもねえだろ。今ちょっと経てば今度は山菜とかさ、フキノトウとかそういうもんが出てくる。その秋口って何月ぐらいですか？10月さ、9月お彼岸頃で、20日頃で、20日。ぶどう狩りとか桃狩りで来るからね。桃も有名なんですね。桃が一番さ、これが一番有名なんですね。この辺がだって日本で一番取れるだから。そうぶどうとか桃は日本一だよ。あとね、1ヶ月も知り合う桃の花が咲くから、全部ピンクの絨毯になる。だからちょっと高い山からこう撮影したけど、全部桃で、その中に菜の花の黄色とか、あの桜の白とかこう混ざるみたい。もう何もない時期に僕来ちゃったからです。今一番ねえだね。何にもやることはねえ。老木には出るから、舞茸が。その舞茸が出る木、奈良の木なんだけど、コンクレーで樹齢500年とかそういうような木。ちゃんと歩くコースが決まってて、こういうように歩けばこういうふうに取れるって分かってる。これで1年毎年出るもんじゃねえから難しいって、3年に1回とか4年に1回とかっていう。 4K のやつ、去年はあの人があんまり取れなかった。おっとしたら大変取ったけど、ほんとね、出る気がくじけちゃったらいい。毎年そこで30キロで高みにこう出てたからさ、毒キノコがこの木は終わりだなとは思ってた。これが奈良の木なんですよ。はい、クマがよく出るらしい。すごい。下にまだキノコが出てるうちはまだ生きてる。木のガンだから、キノコっていうのは。どこまで転移しめばダメっちゃう。だから老木に出てる。若い異性のいい木にはああいうものはなかなか菌がつけない。一番でかい木が倒れちゃったに甘いっちゃった。保険して思ったのは、取るのも命がけですし、やっぱそんなとこでやっぱ生えてるキノコなんで、すっごいやっぱり美味しいんですよ。初めて食べてスーパーとかにあるのとは全然違うな。何度か熊っぽい足音が聞こえたりとか、怖かったですよ。もう体力もギリギリだったんで、逃げられる自信なんてなかったんですよ。もし来たら死ぬなっていう覚悟で行ってたんで。マスターそれずっとやってるんですか？そうなんです。毎度もっと危険なとこ行ってて、普通じゃ登れないようなところ行ってるんで、小学校からやってるって言ってたんで、だからこそできるのかな。本当に素人が行って簡単にできるもんじゃないなって思い知らされました。ついていくのがやっとです。ですよね。市場へ持ってって売った方がよっぽど銭になるの。俺は半分趣味だから。市場へ直接下ろせば大体だよ。軽の自動車くらいじゃ秋で買えちまう。ここで売ったじゃ10万くらいしかならん。本当だよ。でも暇だな。そんなことねえんだよ。特別暇だよ。昨日だってぐたぐただったから1時頃まで。本当に暇じゃん今日。煮立ったら弱火にし、蓋をして。いや、こんなことね、関係ねえですよ。こんなこと初めてだよ。2人ですか？取れた魚で。豊洲から来るで。だから山梨の場合は2が午後からになってますよ、俺の。だから朝買ってこれんじゃん、俺が。コウタケという。香りがすごいっすね。ものすごいうまいだよ、これ。ご飯にすると。マツタケご飯なんか問題にならない。秋になればこういうのも出す。あれはなかなか普通じゃ食えん。炊き込みご飯の王様だよね。炊き込み飯の王様はマツタケじゃないよ。コウタケだよ。知ってる手術届を切る極上キノコです、コウタケ。いらっしゃいませ。何名様ですか？2名様で、左手前のテーブルの方にお願いします。ぶかけてみる。食ったことはねえけど、うまいうまい。あんまりうまそうじゃねえけど、こうやって
1個ずつだったらもっと綺麗に、2個になるとちょっと、この大カツ丼っていうのがあるんです、大カツ丼っていうのが。それはすごいな、もう倍ぐらい肉が入る。が悪いから、こうやって、見た目は悪いよ。こっちの。6時間ぐらいかかるんだよ。いい半日ぐらい来ます。玉ねぎはあれ完全に溶けるまで本当にこのくらいになってますよ。10キロがなんと甘いだよ。うちのカレーはあの桃が大変入ってるからね。なしここはだって桃の里だから桃のカレー。そんなもんよそじゃ答えないよな。高すぎてそんなもんもしやるじゃん。ここのとこほら端切のものみんなただでもらえるから役所さんからだから10キロです。これ皮もつですか。これは皮もつ。これは俺好きって鳥の皮。これだってただ焼いてるだけじゃねえからね。秘密があって味が出るから。だって裏の冷蔵庫入れといて。はい、シェイ。そしてこのタレをくっつけて、ニンニクを落として。左から行きます、ね、よし失礼します。調味料は塗る秘密の調味料だ。20分ぐらいかかっちゃう。でも好きな人は待ってるから。それを食って。あるが何かどうぞ。いたしました。スペアリブ定食になります。どうぞ。こんなもんもどうだ。カツカレーが出るとカツもっと使っちゃう。よし、今度は薄いカツ。ランチサービス用のやつ。こんな曲だよ。原稿くれるの。おめえ玉のぶっちゃけ。むちゃくちゃこだわってるラーメン屋があるの。そこに円山館って中華食堂だな。餃子の皮から何から全部手作り。おいしいんですか。うまい。あとそのすぐ近くに平和園中醤油ラーメン屋があるけん。ああそこの醤油ラーメンも天下一品だよ。おい妻がいらんの。やったからな。あ、違う違う。マスターさ、今そこにいる作業員が一人ここ来るから、俺後で金払う、あ、今金払うから、ご挨拶って。マグロブツ、俺もマグロブツいい。そのままね、ちゃんと量が出るのかと。段取りだよね、今撮ってね。取材中ですね。
失礼します。この卵焼きのだし、もっと本当はね甘くしたいんだけどね、だし、洋菓子大好きです。セッパシャボンでこうやってさ、泡立てて、ばい菌を出すって一晩漬け込む。一晩。失礼します。お待たせしました。パリパリ焼きテーブルです。食えんしたしょうがねえけどさ、ちょっと食う人だったら絶対こっちの方が得。肉だってかなりでかいし、プラス150円ぐらいするの。そうよ、だからこれを食った方が得じゃん。こっちの気持ちが与那国の瑞宝丸っていうのが有名で、玉ねぎも減ってまだ今火をつけたばっかだから3日4日煮るで、そういうことしてるから全部ね、カレーばっかでしょ。出汁を入れたから、そうそう、そちらのなんで甘いか知ってるけど、保存食から始まったもんだからとは言ってる。本当は
じゃあ頑張ってやってください。ありがとうございました。どうも。あ、ごめんなさい。じゃあ会計を。ごめんなさい。あと唐揚げちゃいます。